新越放送株式会社は、長野県を放送対象地域とし、中波放送事業とテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は SBC。長野県、かつ5大都市圏以外において最初に開局した民間放送局である。設立当初は、品濃放送の称号であったが、開局から間もなくして、 新越放送に変更した。筆頭株主は長野県の地元市の品の毎日新聞であり、新越科学工業グループとも関係が深い。テレビは JNN 系列、ラジオは JRN と NRN のクロスネットである。本社、演奏所は開局した1952年から50年以上に、渡り、長野市北部の吉田地区に所在していたが、2006年に、 長野市中心部に建設した新本社ビルに移転した。新越放送松本放送局企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展、かつては品の毎日新聞と朝日新聞社が同率の筆頭株主だったが、2009年度に朝日新聞社の出資分を品の毎日新聞が取得して、以降、品の毎日新聞が 単独の筆頭株主となっている。1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、2009年3月31日、2015年3月31日、2016年3月31日。31日スワー放送局、上田城石公園にある、ラジオ塔放送機器メンテナンスのため放送休止となる。 毎週月曜0時19分から5時までを除き、24時間放送を実施している。月曜未明の放送終了時と放送開始時、また、ジャンクションとなる毎日5時前には、シナノの国が演奏される。なお、国政選挙、または長野県内で地方選挙がある場合には、日曜日の放送が終わる24時前後に、開票結果を放送することもある。 ラジオネットワークは JRN と NRN のクロスネットであるが夕方から深夜にかけての時間帯は NRN とりわけ日本放送の番組のネットが多い傾向にある。オールナイト日本は番組開始3年後の1970年10月からネットしており1999年10月からは平日22時から24時を日本放送との同時ネットに切り替えている。 FM 長野開局以前は東京 FM 制作の一部番組をスポンサード番組中心にネットしていた。本社が長野市吉田地区に所在していた頃は多言放送と呼称するローカルタイムがあり長野、松本、諏訪、飯田、上田の各エリアに向けた番組を放送していた。桜ジオ中継局2011年10月3日正午よりインターネットラジオの ラジコ .jp での試験配信を開始、2012年4月から本配信を開始した。その後、2015年3月30日からラジコ .jp プレミアムでの配信を開始し、長野県外でのラジオ放送の聴取が可能となった。2016年10月11日からは、r a j i k n o j p でのタイムフリー聴取サービス開始に伴い、 過去一週間までの番組の聴取が可能になっている。平日週末随時放送特別番組ここでは、プロ野球中継を除いて記述する。ラジオカーリポーター JNN 系列のリモコンキー、ID 地図親局中継局2011年7月24日、低波時点親局中継局詳細は、公式サイトのテレビトップページ並びに、週間番組表を参照。 自社制作番組 4K は4、k 解増度制作ネット番組全国ネット番組を除く、主な番組 TBS 制作 JNN、系列局制作テレビ東京系その他、民間放送教育協会の番組自社制作番組ネット番組テレビ、東京系ネットテレビ朝日系アブン開局まで、インは TSB 開局まで、は TSB 開局5番半ネットで放送。 毎日放送 CBC テレビ、日本テレビ系 TSB 会局まで、インは TSB フルネット化まで、は TSB 会局5番ハンネットで放送、富士テレビ系 NBS 会局まで NBS 会局5民間、放送教育協会番組購入男性女性、長野県北新地方に接する新潟県上越地方の出資者が多くいたことによる、ローカルニュースでは、 新マニュースのタイトル、もしくはクレジットを入れて放送している。新越放送取締役社長シナの毎日、新聞代表取締役社長新越、放送代表取締役社長、岡谷放送局開局前、当時の社長が当該放送局の鉄塔にネオンをつける提案をしたが、諸事情により実現しなかった。送信機は、東芝製。テレビ最初の番組は、 テレビ放送開始挨拶で、その後12時10分から、テレビ放送の実際を、電波の流れと共に紹介する、伸びゆく SBC を放送した。テレビマスター、スタジオ設備、テレビカメラなど、テレビ関係設備はほぼ一貫して、東芝製である。本放送開始は、同年11月15日。学校放送のネットは1972年まで続く。ちなみに、 これが縁で1967年6月に民間放送教育協会正式発足と同時に加盟。現在の長野県立美術館にあたる。カラー放送会式年番組として同日14時15分から米映画報復の拳銃15時40分からグランドバラエティショーが続けて放送された。財団法人は長野県等との共同出資。 1969年6月に、長野県営移管。NHK 長野放送局と共同で建設し、同時に放送開始。自社創出装置完成後、ローカルニュース番組もカラー化されてはいたが、カラー化されたのは、スタジオセットのみで取材フィルムはモノクロで、放送されていた。NHK 長野放送局松本サテライト局と、同時。 NHK 長野放送局八穂サテライト局と同時、当該放送における最初の番組は、同日午前9時30分からの、ジョイントコンサート院に横浜のステレオ放送であった。また、同日から約1週間にわたり、放送開始を記念して、連続シリーズ、私の音楽会等の多数の特別番組を放送した。NHK 長野放送局全校。 寺平サテライト局と同時、NHK 長野放送局作サ,サテライト局と同時、SBC から船戸シるべようを担当と堀内由かが参加した、NHK 長野放送局、戸倉上山田サテライト局と同時、テレビラジオでスタジオ名と同タイトルの情報番組、オリンピック夢パークを連日放送。サテライトスタジオはオリンピック終了後に閉鎖。 渚町の国道19号で発生した交通事故の取材のためにチャーターしたもの。2019年現在、長野県内で空撮が必要な事件、自己取材の必要が生じた場合、近接局である CBC テレビが応援として、空撮取材を呼びヘリからの生中継を行うことが多いが、TBS テレビや静岡放送など、 JNN の系列近接局の契約ヘリが応援取材を行う場合もある。この際、近隣にあったグライダーの航空路に影響があるという申し出があった。長野の NHK、他の民放テレビ3局も同時に取得。この日は長野県を含む全国の NHK の地方局13局と全国の地方民放40局が同時に予備免許を取得した。 地デジ送信機は東芝製。マスコットは一般公募により制定され、フクロウがモチーフ。名前はリモコンキーチャンネルの6に由来。長野の他の民放テレビ3局も同日に取得。初放送番組はウルトラマンレビウス。これまでの放送休止時間帯にはジャンクゼロの時差ネットを開始した。同日より同じ長野県内で FM 長野も 試験配信を開始している。有料ではあるが、長野県外でのラジオ聴取が可能となった。当該日は、長野局整備分の交付のみ決定。その後、同年5月10日に、高ぼっち局及び飯田局整備分、同年11月28日に、全校寺平局、聖局及び飯山の沢局整備分、2019年5月15日に、 小海局整微分の交付が順次決定された。南海放送からのライセンス提供による配信。2000年に閉店した長野祖郷跡地にあたる。2013年5月から2018年9月までは中島美雪のオールナイト日本月一のネットに伴い月1回の頻度で月曜0時19分から3時までの休止時間となっていた。 2009年4月7日未明から同年10月1日未明までは、経費節減のため毎週火曜日から土曜日の未明を放送休止としていた。SBC テレビの放送開始、放送終了時に使用していたものと同じ音源。ワイド FM 開曲と同時期に曲のアレンジが変更されている。なお、2006年の本社移転後しばらくの間は別の曲を放送していた。 アルナイトニッポンスーパー以降。ただし、田中康夫が長野県知事を務めていた関係で、2000年11月から2005年3月までは、月曜日のみ、TBS ラジオのバトルトークラジオアクセスをネットしていたこともある。2020年5月現在でも、北進東進中心諏訪及び、飯田、稲限定のローカルスポット CM が放送されている。 飯田放送局との同期放送化により廃止。2014年4月1日から2020年6月30日までは、ラジオネオに使用されていた。元プロテニスプレーヤーの杉山愛とは別人である。長野県のテレビ局では常時実施しているのは、NHK 長野放送局のみ。このような例は、東北放送や中国放送、静岡放送、 RSK 山用放送制作の特別番組でも同様。また民間放送教育協会の番組については、幹事局のテレビ朝日がスポンサー配信を担当している。北陸放送、長崎放送も同様。アナログ放送の送信書とは別の位置にあり、NHK 長野放送局の送信書施設を共同使用している。送信書は、FM 長野と共同使用。 1970年4月1日から1971年3月31日まで、ありがとうございます。